グアルウリオス国際空港、グアルウリオス国際空港は、ブラジル連邦共和国サンパウロにある国際空港、コンゴーニャス空港やビラコッポス国際空港と並ぶ、サンパウロの主要空港の一つで24時間運営されているブラジルのハブ空港である。サンパウロ北東部に隣接する自治体グアルウリオスのクンビーカ地域。 サンパウロ中心部から約 25km2985 年1月に開港した。2010年7月現在、世界各国の40社の定期便、旅客便のみが乗り入れており、オセアニアを除く全大陸の28カ国の100を超える都市との間に定期旅客便が就航している。 2007年の年間乗降客数は1879万5596人で世界第36位。1910年代から1950年代にかけてブラジル最大の都市であるサンパウロは世界各国から多くの訪問者が訪れるにもかかわらず市内中心部からわずか8キロに位置し利便性が高い。 ものの1940メートルと1435メートルという最新鋭のデハビランド DH-106 コメットやボーイング707などの大型ジェット機の着陸が不可能な滑走路しか持たず、そのために国内線とアルゼンチンやウルグアイ、ボリビアなどの近隣諸国との近距離国際線の路線しか運行することができないコンゴニャス国際空港しか存在していなかった。 なお1960年になって、サンパウロ近郊に長距離国際線にも対応する本格的な国際空港であるビラコッポス国際空港が開港した。しかし、市内より100キロ近く離れたカンピーナス市にあり、サンパウロ市街地との間の連絡バスで2時間近くかかった。このため、AL フランスや日本航空、パンアメリカン航空や、 ルフトハンザドイツ航空などのボーイング707やダグラス DC-8 コンベア880などの大型機で運航する諸外国のフラッグキャリアの航空会社は距離の遠さと利便性の低さには目をつぶりビラコッポス国際空港に乗り入れていた。これに対し当時のブラジルのフラッグキャリアであるバリグブラジル航空の中長距離国際線はビラコッポス国際空港ではなく 1952年に開港した3000メートル級の滑走路を2本持つリオデジャネイロのガレオン国際空港を発着地として運航されていた。この場合、中長距離国際線でサンパウロへ向かうにはガレオン国際空港で一旦バスク航空やクルゼイロ航空のボーイング727やボーイング737で運航されている連絡便に乗り継いで 今後ニャス国際空港へ向かうという手間も時間もかかる経路を取らざるを得なかった。そのため、パンアメリカン航空や日本航空、エールフランスやルフトハンザドイツ航空などのいくつかの航空会社は、ビラコッポス国際空港とかレオン国際空港の両方の空港に乗り入れ、連絡バスや連絡便を用意することで乗客に選択肢を与えていた。しかし、いずれにしても、サンパウロに 中長距離国際線で訪れれるるる乗客は、手間も時間もも時かかる経路をを取ることを余儀なされていた。このような状況下で旅客の利便性の向上を高めるために1960年代からサンパウロ近郊への新空港建設の必要性が叫ばれていたこともあり候補地の選択が進み1970年代に入り新空港をサンパウロ北東部 約25キロに隣接するグアルーリョスのクンビーカ、地域にあるブラジル空軍基地を拡張して建設することに決まった。その後1970年代後半に建設が開始され、1985年1月20日に開港した。開港以降、ビラコッポス空港を発着する貨物便を除く中長距離国際線のほとんどがグアルーリョス国際空港に移ったほか、 2000年代には、ブエノスアイレスやモンテビデオ、ラパス線などのコンゴニャス国際空港を発着する近距離国際線もすべてグアルーリョス国際空港に移った。2007年7月にコンゴニャス国際空港で発生したタム航空3054便オーバーラン事故の影響を受けて、一部の中型ジェット機の同空港への乗り入れが制限されその多くが乗り入れ先を グアルリオス国際空港に変更したことで、グアルリオス国際空港の輸送量が、今後ますます増加することが予想された。その上、近年国際線需要が急増していることから2008年の暫定運営開始、2010年の完成を目指して、第3ターミナルの建設が進んだ。また2010年で開港から25年を迎える、ことから、第1、 第二ターミナルの近代化改修や、滑走路や誘導路の再舗装工事、地下鉄の乗り入れ工事が行われた。現在は、オセアニア以外の全体軸と、世界各都市を直行便で結ぶブラジルを代表する空港であり、ゴル航空やラタムブラジルをはじめとする複数の、ブラジルの航空会社のハブ空港でもあり、ブラジル各都市を相互に結ぶ、ハブ空港の役割もある。ただし、 ブラジル内各都市の行き先や時刻によっては連絡バスでサンパウロ市内にあるコンゴーニャス空港に行って乗り換える場合ある。その役割からブラジルの全航空輸送量の30%をこの空港が担っているが貨物便の多くは貨物施設が整っており発着枠に余裕のあるビラコッポス国際空港に就航している。2016年にリオデジャネイロで 夏季オリンピックが開催された上に、今後のブラジル経済のさらなる成長に合わせ、旅客数や貨物需要の急増が見込まれることから、現在は、第4ターミナルの建設が進められているほか、第3滑走路の建設も計画されている。公式名称は、エローポートインテナスヨナルデサウパウロ、グアルディスゴーバーなど、アンドレ・フランコ・モントロ、サンパウロ、 グアルーリオス・アンドレ・フランコ・モントーロ知事国際空港、あるが、一般的には、所在地名の、グアルーリオス空港や、クンビッカ空港と呼ばれている。サンパウロの IATA 都市コードは、サオであるが、IATA 空港コードは、サンパウロの国内線専用空港である、コンゴーニャス空港の CGH と区別するために、グラを使用している。ターミナルビルは、 大きく三つあるほか、貨物兼用のターミナルが存在する。ターミナル1と2は、それぞれ AD までの四つのウィング、ASA に分かれている。なお、ターミナル間は、連絡通路でつながっており、外に出ることなく、行き来ができる。また近年の乗客数の急増に対応した新しく、ターミナル3の建設が行われたほか、ターミナル4の建設計画もある。 ターミナル1、ターミナル2、3、空港アクセスは、リムジンバス、タクシー、グアルーリョス市に行く、市内バス、鉄道によるアクセスは、整備されていなかったが、CPTM による空港連絡鉄道が2018年3月31日に開通した。また、他にも、各航空会社が、サンパウロ市内にある、コンゴーニャス空港発着便に接続する乗客の、 ための無料シャトルバスを運行している。空港からサンパウロ市街へ向かう際に通過する高速道路の一つに、かつてトラバリアドーレス、ロドビアドストラボリアデューリス正式名称、サンパウロ修道 s p 0 7 0 5線という名称でこれていた道路がある。しかし1九9四年の f 1サンマリの GP でアイルトンセナがレース中に事故死した後、 セナの功績を称えるために現在は、アイルトンセナ高速道路、ロードビトンセンナに名称変更された。タクシーは2種類あり、前もって、ターミナル到着ロビー車寄せにあるカウンターで、行き先を告げて、あらかじめ決められた料金の切符を購入、アメリカンエキスプレスやビザなどのクレットカード払いが可能した後に乗車する、ラジオタクシーと、 通常通りのタクシーメーターによる後払いのタクシーがある。なお、ラジオタクシーには荷物が多い乗客向けのミニバンタイプやバンタイプも用意されている。空港敷地内にホテルはないものの、空港周辺にマリオットやベストウェスタンなど複数の国際チェーンの大規模ホテルが存在している。ただし、空港周辺には草原しかないため、 どこに行くにも車による移動を要する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。